度だけ少しご挨拶させていただいたことがあるんですけど、はい、透明感のある方ですし、とてもいつもニコニコ笑顔でいてくれるような方なので、はい、松下洸平です。よろしくお願いします。今日は朝早い中ありがとうございます。いやいや、とんでもないです、はい、改めてご覧になっていかがですか。いや、本当に軽快ですし、ポップで可愛くて、ね、はい、なんかこう流れるたびにちょっとこうニコッとしてしまいそうな笑顔をこう誘われる CM になったなと思いますね。このユニクロさんの CM のお話いただいたときに、ダンスを踊るかもしれないみたいな、はい、かもしれないって言われたんですか。はい、まだ全然そのこう企画段階の時だったので、はい、まだどうなるか分かんないけど、そういったのももしかしたらあるかもしれないっていう話、はい、最初にちょっとあったんですけど、はい、結構ドキドキしながら待っていたらこの CM の最後締めくくるところに、はい、出させていただくってことだったんで、はい、ちょっと次は輪の中に入りたいなと思います。そうですね、まだ3月の、前半ぐらいだったと思うので。今年すごい寒かったですよね、3月。そうなんですよね、はい、でも本当にその辺こうスタッフの皆さんがすごく気を使っていただいたんで、全然大丈夫でした。本当ですか。はい、結局何色だったんですか。僕オレンジ、あれ、じゃあ青黄色、青黄色黄色って言って、はい、なってましたけど、結局青ということで、ありがとうございます。ね、はい、いかがですか、青って言われます。僕一番好きな色なんですよ。あ、そうですか。はい、なので嬉しいですね。あ、そうなんですね。はい、何色でしょう。いや、本当どんな色でもお似合いになるとは思うんですけれども、なんでしょう、まあ、でもすごくこう僕も一度だけ少しご挨拶させていただいたことがあるんですけど、はい、その時もそうですし、普段テレビで拝見している綾瀬さん見ていてもすごくこう透明感のある方ですし、とてもいつもニコニコ笑顔でいてくれるような方なので、はい、白じゃないですか。おお、真っ白、うん、真っ白、なるほど、はい、すごいお似合いかなと。なるほど、うん。